皆さんこんにちは、猫背のアジト、理学療法士の小峰武明です。1ヶ月チャレンジ9日目になります。昨日はですね、生姿式エクササイズのバストアップエクササイズというのをやったんですけれども、今日もですね、生姿式エクササイズの中のルックアップエクササイズというのを皆さんにご紹介しようと思います。ちょっとね、動きが複雑なので一つ一つね、解説しながらお届けしようと思いますので、まず一度皆さんに見ていただきたいと思います。肩幅に足を開いていただいたら、右足を一歩前に出します。そしてお尻の後ろで手をグリップしていただいて、できる方は手のひらをしっかりとつけた状態で肘を伸ばしていきます。後ろの足に体重7割ぐらい、前の足に体重3割ぐらいかけるようにして、後ろの足で床面をしっかりと押していくように天井を見上げましょう。見上げたら息をふーっと吐いていきましょう。ゆっくりと戻し、手を替えよう。これが一応動きの全体になります。多くのエッセンスが詰まったね、エクササイズになりますので、少し丁寧にね、一つ一つ確認していこうと思います。まずお尻の後ろで手をグリップしていただいて、手のひらしっかりとついた状態で肘をまず伸ばしてみてください。そして体から離します。この時顔が前に出やすいので、しっかりとこの状態、肩甲骨を内側にぐっと引き寄せるようにして、手を床方向にぐっと伸ばしていくと、さらに胸が引き上がっていきます。この状態で天井を見上げていくわけです。そこに足が加わっていくような状態ですね。それではですね、皆さんと一緒にエクササイズをやっていこうと思います。右足前で5回、左足前で5回、合計頑張ってね、10回やっていこうと思います。肩幅に足を開いたら、この幅をね、狭めないように、そのまま一歩右足を前に出しましょう。そしてお尻の後ろで手をグリップ。できる方は手のひらをしっかりとつけて、肘を伸ばしながら胸を張りましょう。前に体重3割、後ろに7割。後ろの足で床面を押すようにして、胸を開きながら天井を見上げていきます。息を吐いて、ゆっくりと顔を下に向けて、肘も曲げて解放。2回目。下ろして、肘を解放。3回目。楽にして。4回目。下ろして、5回目です。下ろして、一度右足を戻したら、手を逆で組み直してみてください。そしたら左足を一歩前に出していただいて、同様に行っていきます。できる方は手のひらつけて肘を伸ばします。前3割、後ろ7割。後ろの足でしっかり床面を蹴るように、胸を開きながら天井を見上げていきましょう。息を吐いて、楽にして、2回目下ろす。3回目、4回目下ろして、ラスト5回目ゆっくりと戻したら、左足を引いて手を解放します。いかがだったでしょうか。生姿式エクササイズのルックアップエクササイズになりますね。結構ね、腕の外側、上腕三頭筋がね、鍛えられたりとか、背骨をしっかり起こす、そして胸を開く、いろんなエッセンスが入っているエクササイズになりますので、今日やったエクササイズを完全にできなくてもですね、一つ一つのエッセンス自体がそれぞれエクササイズになります。後ろで手を組んで、肘を伸ばすだけでもいいです。手のひらつかない方はぐっと後ろに上げるだけでも OK です。この状態で天井を見上げられる方は天井を見上げても OK です。それぞれの動きの中で苦手な要素を見つけてもらったら、その苦手な要素だけをね、しっかりと練習して
最終的には今のパッケージで全部ができるような状態を作っていただければと思います。9日目のエクササイズはここまでにします。次回はですね、また上半身のワークをやっていこうと思いますので、また皆さんにね、お楽しみにしていただければと思います。それではまた明日の動画でお会いしましょう。またねー。